皆さんこんにちは。はじめましての方といつも会ってる、はい、作曲や合唱式を、名古屋中心にやってます藤村金一郎といいます。今紹介していただいたように、劇団名古屋の練習場ですね。で、谷川さんたちと、話を打ち合わせをどうし今年どうしようか、特に今日昨日おとといこの3日間の中でどうしようかっていうことを、昨年の9月頃相談をしているときに、僕は音楽をやってますので、歌があるというね。で、いつかミュージカルみたいなことができるといいねっていうような話を、していて、で、その時に、ホワイトボードが、小さなホワイトボードが事務所にありまして、で僕はウィシュマさんの名前を使った歌を作りたいと思って、ウィシュマという文字から始まる詩を考えて、ホワイトボードに書いたら、ある翌日でした。そうですね、翌日です。どうぞ。作詞の山岸と申します、はい、どうぞよろしくお願いいたします。やっぱり歌にしていただくと訴える力が随分違うものですから、そんな気持ちと、それからこの歌詞の中に勇気が手の中にあって、これは皆さんの手の中にあるということがお伝えしたくて、私たちも真野さんを通じて頂いて、さあ立ち上がって何かをしようと思ったように、皆さんの手のひらの中にも勇気がこの会を通じて伝わったらいいなという気持ちで書かせていただきました。で、先生の素敵な曲に支えられてこんないい曲ができたので、なんか本当にありがたかったなと思っております。ありがとうございます。いいね、はい、ということで、昨年の秋に作って、ちょこちょこ発表したりしてましたけど、実はそのこと、僕は昨日とおとといがこの大事な同時発信ウィシュマさんの企画に参加できなくて、東京で日本の歌声全国協議会総会という、会議があります。僕も全国委員なので、出てて、でもウィシュマさんのことをちゃんと知らせたいと思って、この昨年度のまとめとい こう字だらけの文章で、その中の最後の国際交流というところで、愛知ではミャンマー人民支援連帯として抵抗下の日本語訳詞や学習会に取り組んでいる、また2年前に名古屋入管で命を落としたスリランカ人のウィシュマさんのことを、その命日に演劇や歌で表現する運動も広がっているというふうに、ちゃんと書いてくれて、これは僕が言ったから書いてくれたんですけど言ったからというのも僕が作文して、この中に、これすごいことですよ。日本の歌声全国協議会という大きな組織の、北海道から沖縄までのさまざまな合唱団が作っている、組織の全国方針の中にちゃんと、この名古屋で今やってるということをそのまま書いてくれる。普通まとめとか方針はそんな具体的なことまで書かないんですけど、ちゃんと僕が書いたらその通り書いてくれたので、とても良かったな。だから昨日おととい全国から集まった人はちゃんとこれを承認しましたから満場一致で承認しましたので、日本中にね、これからも本当にこう憤りっていうかね、国民としては恥ずかしい、こういう国にいて、でせめてできることはやっぱりそのもっともっと良い国にしていくことだというふうに思いますので、そんな思いで、歌を「ニルマーネルよ咲き誇れ」という、ニルマーネルっていうのはこの、本当はもっと大きな写真がありましたね、さっき。はい、その紫、皆さんコピーは紫色は出てませんね。はい、本当は素敵なこの紫色の、青い透明感がある、はい、はい、スイレンの花です。で、このスイレンの花が、スリランカでは国の花ということになっていて、
この国の花の、水蓮の花言葉は清らかな心という、花言葉だそうです。でそのことをあの山岸さんが歌い込んでいただいて、歌ができましたので歌ってみたいと思います。よろしくお願いします。ピアノがあるのにアカペラが、歌の力信じて命の重さ感じて信じ合う仲間の輪、勇気は君の手に、真似る青き水蓮、清らかな心、真似る青き水蓮、今日も咲き誇れ、という歌です。今日は僕のやってる合唱団の仲間もたくさん、愛知教職員合唱団希望の人たちや名古屋青年合唱団の人たちや、来てくれてますので、後で一緒に歌ってくださいね。今度ピアノで歌います。お願いします。歌の力信じて命の重さ感じて信じ合う仲間の輪、勇気は君の手に、真似る青き水蓮、清らかな
では、ライブの続きに入りましょう。ちょっとしんみりです、はい、せっかく楽譜をお渡ししましたので皆さんちょっと声を出して一緒に歌ってみませんか。歌の力ね、ゆっくりいきましょうか。お願いします。1,2,3と歌の力信じて命の重さ感じて信じ合う仲間の輪勇気は君の手に。まあね、じゃあ僕の、仲間の合唱団の人が今日は、うんといらっしゃいますので、どうぞ前の方に名古屋青年合唱団の皆さんや、コーラス会場の皆さんや、希望の皆さんや、どうぞ。じゃあ行きましょうね。共有しながらちょっと歌作りをしてきて、で先ほど紹介があった造列車がやってきたっていう名古屋の東山動物園のことを、1986年に作って合唱団でずっと、歌ってきました。で、造列車がやってきたという曲は東山動物園で、命がけでこう軍に抵抗して、動物たちの命を守ろうとした園長さんを中心としたお話 で、その後、生き残った2頭の
4頭に倒して2頭生き残って、その2頭の像を日本中の子どもたちが、戦後1949年に、まあ、像列車に乗って見に来たというお話です。でそれを全部演奏すると40分ぐらい今ここではできませんが、その時に作ったテーマソングがありまして、命ある者たちへっていうテーマソングで、あ、これはあの牛野さんのような犠牲者を生まない、もっともっと温かい国に、しなきゃっていう思いにつながるかなと思って歌いたいと思います。町にそんな国に、しなきゃいけないなとつくづく思います、来年の命日もまた1年経つとね巡ってくると思いますけど、どんどんいい国になっていくようにしていきたいと思います、ミュージカルも作りましょうね、はい、ありがとうございました。